寝ぼけ。夢の旧作。太郎さんは始終寝ぼけてしくじるので悔しくてたまりません。明日は運動会だから決して寝ぼけずにちゃんと自分で支度をしてみんなを驚かしてやろうと固く決心をして寝ました。あくる朝、大変早く起きたものがありますから、太郎さんは飛び起きますと、お母さんが座って、太郎さん、今日は雨が降って運動会がお休みになったのだよ。さっき先生がお寄りになったから本当です。ゆっくりお休みなさい。と言われました。太郎さんは昨日先生が、雨が降ったら運動会はおやめ、と言われたことを思い出して、安心して眠りました。しばらくすると、また太郎さんはお母さんから揺すぶり起こされました。太郎さん、太郎さん、大変よ。お天気になったよ。運動会があるよ。太郎さんは寝ぼけてはならぬと、寝床の中で考え始めました。どっちが本当だろうと考えてみましたが、どうしてもわかりません。さあさあ、太郎、起きろ起きろ。と今度はお父さんの声がしました。お弁当はできていますよ。と姉さんの声も聞こえてきました。仕方なしに太郎さんは起き上がって、ご飯を食べて袴を履いて、新しい靴下と白足袋を履いて、それからもし運動会がなかった時の用心に、昨日次の日の時間割に合わせて本を詰めておいたカバンを担いで学校に行きました。来てみると、運動場には誰もいず、いっぱいに水たまりができています。教室に行ってみると、ここもがらんとして、ネズミ一匹おりません。変だなと思ってお家へ帰ってみると、家中の人は皆、太郎さんの顔を見て、一時に笑い出しました。太郎さんは怒って、なぜ僕を笑うの？僕は寝ぼけていやしない。運動会がお休みの時の用心に、カバンをちゃんと持って行ったんだ。そしたら、学校に誰もいないんだ。教場にもいないから変でしょうがないんだ。と泣き出しそうな顔をしました。みんな死ぬくらい笑いながら言いました。太郎さんはまだ寝ぼけているの？今日は日曜じゃないの。運動会がなければ学校はお休みですよ。お母さんが運動会があると言ったのが悪かったのね。太郎さんは恥ずかしさと悔しさにとうとう泣き出しました。お父さんはその背中を撫でて慰めてくださいました。感心感心。日曜までも勉強する子はお前より他にない。泣くな泣くな。